この動画は、幻想郷の夢と欲望、に始まる、薄い本シリーズの5作目だ。いよいよ最終回ですね。そうなのか？聞いておらぬぞ。まあ、いいけどね。なんだか、会議室が広く感じるね。被害者の階段溶断って、二人だけだったっけ？はて、もう少しいたように思うが、大事な集まりであるというに、どうされたのであろうな。く。アリスはどうしたんだい？今日は欠席よ。ほう。欠席。除名処分じゃないのかい？あなたがそれを知る必要はありません。ご苦労だったね。これで君もこっち側の一員だ。はいこれ、今回の報酬だよ。アリス。わかってるのに。わかってるのにどうしてもやめられないよ。私をこんな体に下を据え込んだ報い。こんなものさえなければ。アリス。セリフと表情が合ってないよ。まあ出てこれないよね。彼女の席はこっち側に用意してもらいたいくらいさ。調子に乗らないで。用務の姿も見えないじゃないか。彼女はどうしたんだい？あんなにキルキルって威勢が良かったのに。都合があって欠席よ。へえ。都合ねえ。この本に目をつけるとはさすがは用務さん。この本には用務さんの魅力がたっぷりと書かれています。魅力が、たっぷりと。しかしこれは嘘だ。私の胸はこんなに。いいえ、そうではありません。これは心の目、つまり心眼で捉えた姿なのです。心眼。そうです。剣術にも通ずる心眼です。我らは日々こうして心眼を磨いているのです。薄い本の中でなら、現実世界では叶わないような、いかなる夢も希望も欲望も、たっぷりと満たすことができるのです。たっぷりと。そうです。これが、ロマンなのです。ロマン。彼女の席もこっち側なんじゃないかって気がするんだけど。いい加減にしなさい。都合が悪くて出てこれないだけです。悟りもそうなのかい？そうよ。へぇー。小石、どこかにいるんだろ？いいこと教えてあげるから出ておいで。びっくりした。驚かさないでくれよ。いいことって何？お姉ちゃんの本が好きなのかい？お姉ちゃんの本が好きなら、たくさんある場所教えてあげるよ。たくさん？そうさ、多分今までに作った本のほとんどがある場所さ。でも、欲しいなら早くしないと、燃やされてしまうよ。どこにあるのか、教えようか。小石、最近よく本を読むようになったわね。どんな本を読んでるのかしら？お姉ちゃんの本だよ。私の。あなたこの本、どうしたの？倉庫から持ってきたんだよ。捨てられそうになってたから、お姉ちゃんの本だけもらってきたの。他にもいっぱいあるから、お姉ちゃんにも貸してあげるよ。まあ人それぞれ、いろんな都合があるよね。不都合なこともな。あなたたち、もう少し立場をわきまえなさい。立場？どんな立場なんだい？とぼけないで、私たちをモデルに使った本を作り流通させていたじゃないの。同人誌だよ。肖像権の侵害だ。写真じゃなくて、AI が描いた似顔絵だよ。似すぎてしまわないようにプログラムされてるし、購入者の好みに合わせて絵のタッチだって選べるようになってる。ストーリーだって、購入者の希望に沿って AI が作り出した創作だ。プライベートなシーンを精巧に模写しているわけではない。十分にクリエイティブな創造物さ。名誉権だって侵害してる。名誉権？それはおかしな話だね。名誉権というのは、本人の社会的な評価を下げるようなものに対して行使するものだ。だからなんだ。いわゆる薄い本は、むしろ評価を高めているじゃないか。人気が出るほど同人誌の数も増える。同人誌の数が増えれば人気も高まる。それはみんなが知ってることじゃないか。いわば PR 誌のようなものさ。それは、そんなへりくつは通らないわ。我々がここに座らされている理由がよくわからないね。感情的になられてもなぁ、申し開きのしようがないな。同人誌といっても、内容に問題があります。ほう。どんな問題だい？それは、つまり、いかがわしい。いかがわしい？それは問い詰める相手を間違ってやしないかい？あなたたち以外に誰がいるというの？我々が提供しているのは、欲しい本を作るためのプラットフォームさ。購入者は専用のアプリを使って、誰が、どんな状況で、何をする話の本が欲しいのかを入力する。
その情報をもとに AI がストーリーを組み立て、漫画という表現方法で出力する。つまり、出来上がる本の内容を決めているのは購入者なのさ。我々は一切タッチしていない。もしその内容がいかがわしいものだったとしたら、それは購入者の責任だ。黙りなさい。機弁よ。言ってみれば、コピー機で何を複写するのかに似ている。学術的な文章をコピーすることもできれば、いかがわしい画像をコピーすることもできる。でも、それを理由に、コピー機を提供した者が責めを受けるのはおかしな話だろ？そんな言い訳が通じるとでも。通じるかどうか、購入者に尋ねてみたらどうだい？購入者？あや。ここに購入者リストがあります。このシステムを使って本を作った方たちのリストです。この中に、サナエさんの名前があります。サナエ！どんな本を作ったのかまでは、プライバシーに関わるから言わないけど、気になるなら家に帰って尋ねてごらんよ。もしそれがいかがわしい内容だったとしたら、それはどんな罪になるんだい？乾杯！すべて作戦通り、うまく乗り切ったな。今日のところはお開きになりましたが、次もこんなにうまくいくとはとても思えません。黙れシャメイマル。相手の夫人を見たであろう。被害者の会は総崩れだ。なんといっても、今のところ小石がこっちについてるのが大きい。悟りが中立でいるのも小石のおかげだ。何しろ敵に回すと一番厄介な二人だからね。だが、小石殿は気まぐれだ。気は抜けぬな。他の有力者たちの動向も気になりますね。霊夢さんやマリサさんの立ち位置はどうなっているのでしょう。霊夢からは肖像使用料を請求されてるよ。そんなもの支払う筋合いはないけど、再選を弾むくらいの金額で黙っててくれるなら安いもんさ。マリサは霊のカレー事件で私に借金があるからね。文句は言ってこないだろう。コウマ組はどうなのだ？連中の相手をするとなると面倒なことになる。ドル箱コンテンツでもあるしな。一言で言って、興味がないらしい。ほう。それとなくレミリアに聞いてみたんだけど。そんなの昔からよ。気にしてたらキリがないわ。ほっとけいいのよ。でも以前、被害者の会と一緒に、薄い本の工場を襲撃しなかったっけ？大失しのぎよ。人暴れてきそうだったから言ったけど、本のことなんてどうだっていいわよ。さすがに人気者集団は考え方が違うな。なんだかんだと言って、やはりカリスマなのかもしれぬ。ちなみに、昨夜が上顧客だということをレミリアは知らない。そのことは絶対レミリアには内緒にしておかなくてはならない。バレたら最後、レミリアは確実に反対派へ回るだろう。彼女を敵に回したくない。ゆかりさんはどうなのでしょう。これまでは静観しているようですが、当然このことは早い段階で耳に入っているでしょう。この先話が大きくなると、黙っていないと思われますが。大丈夫さ。彼女はこの件には口を挟まないよ。確信めいて聞こえるが、すでに手を打ってあるということか？あや。購入者リストを見てごらんよ。まさか。あややや。ゆかりさんの名前があります。どういうことですか？小石にお使いを頼んだのさ。あら、何かしらこれ。ああ、そりゃあげるだ。びっくりさせないでよ。まだあるよー。どうしたのよこんなもん。欲しい本を自分で作れるよ。自分で作れる。作り方教えてあげるよー。その購入者リストがある限り、賢者様と手て出しはできないさ。そのぬかりのなさには感服するな。そういえば、諏訪子さんはどうしてるでしょうねー。今頃神社に帰って、サナエと話してるさ。サナエ、どうされましたか？通信販売で。その、同人誌を買っただろ。え、どうしてそのことを、見せてくれるかい？持ってきてごらん。この本のことですね。サナエ、こういうのが好きなのか？マイブームなんです。諏訪子様もお好きなのですか？でしたら他にもありますよ。ゲロゲロ。まあ、実態を知れば、彼女も身動きが取れなくなるだろうね。そうなると、いよいよ我らの勝利は固いな。離反者続出で、鬼の閻魔様も孤立無援だよ。今しかないね。次で、決着をつけよう。誰も来ないねー。もう開始時刻を過ぎておるな。何をしておられるのか。今こちらに向かっています。待つだけ無駄なんじゃないのかねー。我々も暇じゃないんだ。
いっそのこと、多数決で決着をつけないかい？何バカなことを。だったら、きちんとした法的な根拠を示したらどうなんだい？それは前回話したでしょ。グレーな話ばかりであったな。いずれも決め手にはならぬであろう。ところで、人里の声は耳に入っておりますかな？人里？社名丸。はい。これは本日発行したブンブン丸新聞のトップ記事です。被害者の会による薄い本の摘発行為は違法なのではないかとの声が上がっています。被害者の会にはそのような権限はなく、少なくとも、摘発を受けた購入者たちは、没収はやりすぎだと不満を募らせていますねー。しかしそれは、流通を止めるために仕方なく。それに、摘発した本の行方にも疑惑があるそうじゃないか。疑惑ですって？没収した本の数が合わなくなってやしないかい？それは、どんな管理をしてるか知らないけど、没収した本が再び流通していたとしたら、大変なことになるよ。購入者たちは怒るであろうな。暴動が起きるやもしれぬ。うちの J 本ラインで制作した本には、すべてシリアル番号が入ってる。倉庫からなくなった本の行方を調査することだってできるんだよ。盗まれたのかもしれないけど、それにしても管理がずさんだね。万一身内の懐から出てくるようなことがあったら、それこそ大変なスキャンダルになるよ。そんなこと、あるわけが。どうだい？この辺でこの件には幕を引かないかい？これ以上互いの腹の内を探り合っても、泥仕合になるだけさ。今回の件で、やりすぎれば何が起きるのかを、我々も学んだ。この辺が落としどころだと思わないかい？く。入ります。英気様、到着されました。ひな、え？どうしてここに？彼女は、被害者の会の新しいメンバーよ。え？ひな、どうして？これは何？え、それは、嘘だ。そんなはずはない。私を騙そうとしているな。それはうちの工場で作った本じゃない。あら、そんな遠くから見ただけでわかるの？なんなら調べてみる？あなたの工場で作られたものかどうかは、シリアル番号を見ればわかるんじゃなかったかしら。ありえない。そんなはずはないんだ。ヒナの 3D データは別管理にして、パスワードがなくちゃアクセスできないようにしてる。私以外にパスワードを知る者なんて。は？まさか。ヒナ、その本はどこで手に入れたんだい？小石ちゃんが持ってきてくれたわ。小石。この本あげるよー。え？自分の本を連絡くださってるんだよやっぱり小石か。不潔よ。不潔。こんな本を作るなんて不潔よ。違うんだヒナ、これはビジネスなんだ。ビジネス？この本を売ってみんなに見せてるの？違うよ違うんだ。ヒナの本は私にしか作れないようにしてあるんだ。それを一人で見せたの？不潔よ、変態。もう絶好よ。待ってくれヒナ、話を聞いてくれ。待ちなさい。どこへ行く気？まだ話は終わってないわ。それどころじゃない。ヒナを追いかけなくちゃ。取り乱すなに取り、ここで引けば我らの負けぞ。この展開は読み切れなかった。ヒナが出てきちゃ勝ち目はない。ヒナー、頼むから話を聞いてくれー。その後、飯綱丸様たちは3度目の審問で白旗を上げ、ニトリさんの薄い本工場は、押収物と共に粉砕された。一方、この件に関わった者たちには、何の咎めもなかった。そうか。よかったではないか。機嫌を直すのに2ヶ月だよ。もうヘトヘトさ。あはははは。機械を直すのはお手の物だというに、カッパの技術にも苦手分野があるようだな。私としたことが大失態だ。こんなことで、事業を台無しにしてしまって、本当に申し訳ない。あの場を切り抜けることができていれば、大手を振ってビジネスを続けられたのに。何？構わんさ。なかなかスリリングで楽しかったぞ。偽装工作で、コウマ艦のペーパークラフトを捕まされた時の、英気殿の表情が忘れられん。あはは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 。それに、大手を振ってできぬなら、
目立たぬように小さく振ってやればよい。そうは思わんか、ニトリ。それは？保険をかけておくのは、ビジネスの基本さ。もちろん。ひなには内緒だよ。